ようこそお参りくださいました。武田正文の仏心チャンネル。本日は、白忍正機とは、浄土真宗の教えの中で最も誤解をされる白忍正機。悪人こそ救われるという阿弥陀如来の教えについて解説していこうと思います。普段、悪人が救われるとは何たることか、納得いかないぞと思っておられる方、今日の動画を最後までご覧いただければ少しお分かりいただけるかと思いますので、最後までご覧いただけると嬉しいです。私は島根県邑南町にある浄土真宗本願寺派光禅寺というお寺でお坊さんをしながら臨床心理士、公認心理士として心のカウンセラーをしております。この仏心チャンネルでは皆さんに仏教と心理学から人生における新たな気づき、何かお届けできたらと思って動画を作っておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録いただけると嬉しく思います。さて、悪人正機というのはですね、親鸞上人のお言葉、歎異抄の中にこういうお言葉があります。善人なおもて、往生をとぐ。いわんや、悪人おや。というお言葉があるんですね。善人なおもて、往生をとぐ。善人が往生するのであれば、人なおもて、いわんや、悪人おやというのはですね、悪人の方をなおさら救いますよということなんです。善人が救われるのであれば、なおさら悪人の方が真っ先に救われるんですよという言葉になります。いかがですか？納得いきますか？ちょっと納得いかないでしょ。普通に考えたらですね、いいことをしてですね、性格が良くって周りの人に優しくって、こういう人が先に救われて、ちょっと人に迷惑をかけたりとか、誰かを傷つけたりとかするような人は救われるのは後回しというのが私たちの感覚なんですが、実は浄土真宗阿弥陀如来の教えは逆なんです。善人が救われるのであれば悪人こそ救われるんですよというお言葉があるんです。さあ、納得いかないでしょ？で、ここはですね、皆さん多分こう思ってるんじゃないかなと思うんで、特にですね、この仏心チャンネル始めてからこちらの悪人正機ということについてのコメント、ご質問いっぱい集まるんですね。やはり皆さん、悪人が救われるというのはどうにも納得がいかないということをたくさんコメントいただいておりまして、私も何か、お答えしなきゃなと思いながら今日はですね、思い切って動画を作っているという感じなんですが、まあこういうイメージだと思うんですよ。何か悪い人がいたらですよ。で、私よりですよ。私よりあの人の方が悪人だよと。私よりもあの人の方が悪人だから私の方を先に救ってくれよと。で、私がこんなに苦しんでるのにあんな悪いやつを先に救うのかと。そんなものは納得がいかないということになるわけですね。で、あんな悪い人が救われるんだったら、自分もじゃあ盗みしてもいいのかなってなるんです。自分はいい人になろうと思って悪いことをしないように頑張ってきた。だけど悪い人が救われるんだったら、何でもやっていいのかなって、もう思いのままに暴れちゃってもいいのかなというような話になってくる。で、これは実は誤解でございます。こういう考え方ではないということをちょっとお話していこうかと思うんですが、こういう誤解はですね、実は昔からあったんですね。造悪無碍というふうに言うんですが、これ誤解なんですけど、悪を作ること、もう触りなしということで、もういくら悪いことをしてもいいんだ。なんなら悪いことをした方が救われるんじゃないかと誤解をされる方がいたんですね。昔からね。で、これは実は違うんです。悪いことをした方がいいとかですね、悪い人の方がっていう時の考え方を少し誤解をしておられるので、そのあたりちょっとお話ししていこうかなと思います。で、親鸞上人の言葉ではですね、薬あればとて、毒を好むべからずということをおっしゃっておられます。毒なんですね。私たちが盗みをしたいとか、暴れたいとか、誰かの悪口言いたいと思うでしょう。これね、悪人正機ということを聞いたら、盗みをしても誰かを傷つけても、全然人に気を使う必要なんかないじゃないかというような捉え方になるんですけど、それは違う。私たちが悪い心を起こす、悪い行いをする、悪い言葉を使うというのはですね、毒なんです。仏教では三毒と言いまして、貪嗔痴。これは私たちが貪る心、何かに対して怒りの炎を燃やす心、そして、愚かな心ですね、この3つというのは毒なんです。で、この毒をですね、解決してくださるのが阿弥陀如来、仏様の救いの働きなんですが、じゃあ解決してくれるから何でもありじゃんっていうのじゃないんです。で、薬があるからといって皆さん毒飲まないでしょ。今もうこのご時世、病院に行ったら何でも治してくれるから、もう何でも食べていいや、腐ったものでも毒でも何でも食べちゃえって言って食べないでしょ。腐ったものとか毒とかは、病院に行けば治るのは分かっていたとしても、皆さん進んでは仕上がらないと思う。で、これと同じことで、私たちが悪いことをする、悪い行いをする、増悪無下じゃないんです。悪いことをしていくっていうのは自分の体を蝕んでいくわけなんです。だから、それは薬があるけれども、好んですることではないんだよっておっしゃってるわけですね。さあ、ここで考えなきゃいけないのは、善悪とはということなんです。悪人を救う。善人が救われるなら、悪人の方が真っ先に救われるというふうに言われたときに、私は善人、あの人は悪人とかですね、中にはですね、自分は悪人で救われる価値なんかないというふうに思ってしまう人もいると思うんです。その時の自分をいい悪い、あの人をいい悪いというふうにしている基準、言葉にできますか？これが難しいんですよ。なんとなく使ってる、なんとなくあの人はいい人かなと、この人は悪い人かなっていうんですが、いろんな基準があるんです。で、まずはですね、法律を守っているかどうか、法律的善悪ということがあるんですが、これね、よくここで議論されるんですよ。法律を破ってないからいいじゃないかっていう話になるでしょ。そうじゃない。で、法律を破ってしまった人は悪人、破ってない私は善人ですっていうふうにやっぱり言いたくなる。その気持ちもわかるんで、これも正しい善悪なんですよ。一つの基準。で、じゃあ、法律破ってないから、誰かを傷つけてもいいし、悪口言ってもいいしって言ってる人が善人かっていうと、ちょっと、ハテナとなるでしょう。で、次に、道徳的善悪というのがございます。道徳的。法律は破ってないけれども、人として生きていく中で、誰かに優しくするであったりとか、むやみに迷惑をかけないとか、こういったことは道徳でいろいろ教わっていきますね。社会のマナーというのが、ゴミをそこら中で捨てないというようなね、道徳的なマナーという感覚があるんですが、で、法律を守り、そして道徳を守っていれば、じゃあ善人なのかということを宗教、仏教の世界ではさらにもう一歩深めて考えていくわけですね。で、宗教的善悪というのは、本当にあなたは善がなせてますかということを改めて考えていく。で、仏教では誤戒というものがあって、5つのですね、守らなきゃいけないルールがあるんです。殺さない、盗まない、嘘つかない、不倫をしないと、あとお酒飲まない。これ誤戒なんですよ。いけますか皆さん。なんかいけるのもあったけど、最後怪しいって思われません？お酒飲まないってちょっと飲んでるよっていう思われるかもしれないんですが、これね、殺さない、盗まない、嘘つかない、不倫しないとか言われた時に、それはやってない。って思うでしょ。やってないって思うでしょ。思うんだけど、これ違うんで、よくよく考えたら罪を犯しちゃってる私たちなんで、殺さない、人は殺してないかもしれません。ところが皆さん、虫殺してるでしょ。虫、蚊取り線香焚いてませんか？うちはですね、島根県邑南町といってとっても山奥なので、カメムシご存知ですか？臭いんですけど、八頭虫というふうに呼ぶんですが、このカメムシが本島に大量発生する。で、僕はあんまり好きじゃないんですけど、カメムシをね、ペットボトルを半分に切ったのをひっくり返して、この中にカメムシいっぱい入れるんです。そうすると自分の臭さで死んじゃうっていうのがあって、僕はね、これをね、お寺のね、法座の最中にするのがね、ちょっとどうにも心苦しいんですよ。仏様の前でこの虫を大量殺戮なわけですよ。こうやって殺しちゃってるでしょ。それはね、なんか心が痛いんで、だけど、しなきゃしょうがないですよね。私たち人間も生きていくために、やはり奪っていかなきゃいけない命っていうのがある。で、だからまず皆さん、蚊を殺してる、ゴキブリを殺してるっていうのは、これは殺生してますから、ね、してるんで、まずダメでしょ。で、盗まないとか、嘘をつかないとか、嘘はね、ちょっとみんな自分でも怪しいなと思うんですよ。で、不倫しないとかっていうのは、実際やってないかもしれないんだけど、仏教では、真悔という、考える基準があってですね、体で行いをするっていうのが一つなんだけど、で、それだけじゃなくて、言葉で言ってもダメなんですよ。不倫したいとか、盗みたいとか言ってもダメ。で、思うだけでダメ。言ってもないし、行いもしてないけど、思っただけでアウト。そうなると、皆さんどうですか？ちょっと自分も怪しいなということをお分かりいただけたんじゃないでしょうか。まして、お酒を召し上がっておられる方。お酒はダメなんですよ。で、まあそんなね、いろんな基準もあったりするんですが、要はですね、自分のことしか考えてない自己中心的な自分から離れられてますかというところが、この宗教的仏教的善悪の基準になろうかと思うんですが、私たちはついついどんな人でも自分のことばかり考えてる。いやいや、私は人のこと考えてますよ。私は人の気持ちばっかり考えて、人の顔色を伺って生きていますという人はですね、違うんですよ。人の顔色ばかり伺っている自分にとらわれている。私は気を使っている自分にとらわれているんです。やはり私たちはどのような形であれ自分にとらわれて、なかなかその視点を変えていくのは難しいという存在になってきます。親鸞上人のお言葉でございます。弥陀の五行四唯の願をよくよく案ずれば、ひとえに親鸞一人がためなりけり。弥陀のというのが阿弥陀如来のということ。五行四唯、五行というのはとてつもなく長い時間。四唯、考えられたわけですね。阿弥陀如来がとてつもなく長い時間考え抜かれた願いをですね、よくよく案ずれば、よくよく考えてみればですね、ひとえに親鸞一人がためなりけり。もう私一人のために、親鸞一人のために、阿弥陀様はこの願、悪人正気、いろいろな他力本願、いろんな働きをですね、ご用意くださったということをおっしゃっているわけでは。仏教、浄土真宗はあくまで自分自身、自分一人のためにこの教えがあるというふうに考えないとおかしな話になってくる。あの人が悪い、この人が悪いって思うでしょ。悪人正気というのは、誰かを裁くために使う言葉ではございません。よくご質問にあるのはですね、じゃあ殺人を犯した人、犯罪を犯した人は救われるんですか？それは納得いきませんというふうに言われるんですが、それは別の話なんです。それは別の話。人が救われるかどうかではなくて、あなたが、自分自身が救われるかどうかを考えなければいけない。私を傷つけた、私にあんな嫌なことを言ってきた人、あの人も救われるんだったら私は納得がいかないという方、わかるんですよ。その気持ちも十分わかる。だけどね、阿弥陀様がおっしゃってるのは他の人じゃないんです。あなた一人のために説いている悪人正気です。つまり、私たちは他の誰かのことを思って怒りにとらわれちゃうんです。他の誰かのことを思って妬みにとらわれちゃうんです。そんな怒りや妬みにとらわれてしまうような私たちが真っ先に救われていくのが悪人正気、私一人のための教えなんですね。さあ、いかがですか？他の誰かがっていうのは違うんですよ。だから真ん中に自分がいたとしますよ。で、あの人が悪い、この人が悪い、私の方が善人かなとかって思ってる時点でですよ。人と比べて、自分の方がまだマシだねとかって思ってる、その心が悪人だということなんですよ。厳しい教えでしょ。だから私たちはですね、あの人が悪い、この人が悪い。で、私もあれやっていいのかな、いけないのかなって言って、ブレちゃう心があるわけです。で、そんなブレブレの私たちであっても救いますよと言ってくださってる。盗みがいけないとか、暴れちゃいけないとか、怒っちゃいけないとか、みんな知ってるでしょ。みんな頭で分かってる。分かってるけど、できない私たちなんです。分かってることができないのが私たち。その分かっているけど、その分かっている善悪をうまく生きていくことができないような私たち、私一人のために届くのが悪人正気ということになります。さあ、もう一つご紹介しようと思うんですが、親鸞上人のお言葉。仏の誓いを聞き始めしより、無明の酔いもようよう少しずつ冷め、三毒をも少しずつ好まずして、阿弥陀仏の薬を常に好みめす身となりて、おわしましおうて候をぞかし。ということです。雰囲気伝わるかな。仏様の誓いですね。阿弥陀様のお話を聞き始めたと。無明の酔いというのが、無明、私たちはもう何も分かってないような真っ暗闇の中にいる。で、そこに酔っているんだけど、それがだんだん冷めてきた。で、三毒、さっき言いましたね。貪瞋痴、貪り、怒り、愚かな心をだんだん好まないようになってきて、阿弥陀様の薬を常に飲みめす身となりておわしましおうて候ろう。だんだんとですね、阿弥陀様のお話、阿弥陀様の薬を、好みようになってくるということですね。これが私たちでは、ナマンダ仏、ナマンダ仏、お念仏をお唱えいただけたら嬉しいですね。はい、こういうことなんですね。悪人正気というのは、悪人こそ救うと聞いたからこそ、悪から離れなきゃいけないなということに気づいてほしい、という教えになるわけですね。これよく子供の例えで言われたりするんですね。例えば皆さんたくさん子供さんがいらっしゃったとしますよ。3人とか4人とか5人とかいたとします。で、その中で子供はみんな可愛いし、子供はみんな大事にしたいと思ってるんだけども、じゃあ誰を心配しますかっていうことなんです。で、その中でね、超元気でね、優秀でね、何にも心配いらないお兄ちゃんとかって、あんまり心配しないでしょ。そうじゃなくて、末っ子にですね、不器用で、なんか危なっかしいようなことしてたら、その子のこと心配するでしょ。で、この間、うちの父もですね、法話で、ご正気の法話で言ってたんですけども、誰か子供が遊んでてね、池のそばで遊んでたと。で、親御さんがですね、言うんです、子供に向かって。そんなところで遊んでて、池に落ちても知らんからねと。落ちても私はほっときますよって言ったとします。で、何かしてた時に、後ろで、チャポンと、音がしたらすぐ行くでしょ。すぐ行って、子供を助けるでしょ。で、子供が道端で遊んでた。で、車が通って。そんなとこで遊んでて、車にひかれても知りませんよ。って言うけど、もしドンって言ったりとか、車の音がしたりしたら振り向くでしょ。で、そんな感じなんです。危ないですよ、危ないですよっていうことを伝えるための、この悪人正気ということになるわけですね。そのダメなんだよっていうことで、ダメだけども救うんだけれども、そこからは離れていてねっていうような願いが、この悪人正気の中には込められていると思っていただけたらと思います。さて、どうですか？納得いきましたか？いろいろお話しさせていただいたんですが、私たちのこのいただいているですね、お念仏の教え、仏教、浄土真宗というのは、我々が当たり前に考えている常識をひっくり返していく価値観を持っています。なので、パッと聞いた時には納得いかないなとか、何言ってるんだろうって思われるかもしれないんですが、これができるようになると、自分の人生をまた別の角度から見ていくことができるようになります。自分の人生が辛い、苦しい、これからどうなるんだろうという不安を抱えておられる方にこそ、仏教の教え届くといいなと思っておりますので、またぜひともですね、お参りいただけたら嬉しいなと思っています。またですね、仏心チャンネルは毎週土曜の9時から仏心チャットということでライブ配信行っておりますので、合わせてお参りいただけると嬉しく思います。それからですね、メンバーシップという制度をご用意しております。もしさらにですね、仏教、お経の勉強を今してるんです。お経をね、1行ずつずっと勉強していくっていうのを私も学びながらなんですが、皆さんにご紹介する動画はですね、メンバーシップに限定にして、お届けしております。仏心寺メンバーの方はですね、その勉強をさらにやり取りをしながら深めていくということをしておりますので、仏教をさらに学んでいきたいという方は、こちらもチェックしていただけると嬉しいです。最後に、仏心ギャラリーということで、仏心チャンネルにお参りいただいた方からですね、LINE の方にですね、いろいろ仏教の思い出の写真であったりとか、書いていただいたイラストとか送っていただいております。今回はですね、星々さん、なんと、韓国の方仏心チャンネルですね、海外の方にも実はちょこちょこ見ていただいてて、星々さんいつもお参りいただけるんですが、韓国から日本の仏教入ってきたわけですので、韓国にも仏教の歴史は深いんですね。今は韓国はキリスト教がメインになってるんですが、たくさんの立派なお寺も残っているそうでございます。で、こちらはですね、ちょっと印象的なお顔でしょう。弥勒菩薩だそうです。弥勒菩薩というのはですね、56億7000年後にですね、仏様、お釈迦様が亡くなってからその未来にですね、私たちに再度仏教を伝えてくださる仏様と言われているんですが、特徴的な顔なんですよね。なんでこんな顔しておられるのか私はわからないんですが、こういうね、韓国にもいろんなお寺があるということで、いつか行きたいなと思いながら、星々さんの写真を拝見しておりました。ということで、皆様、最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもですね、仏教、心理学、私たちの心についていろいろな考察していこうかと思っております。またお参りいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。またのお参りをお待ちしております。武田正文の仏心チャンネル。他の動画にもどうぞお参りください。